どうも皆さんこんにちは、島です。はい、今回は天と地の怒りココット村最終クエストで、今回は体験の武士道スタイルでいきたいと思います。参りましょう。で、もちろんあの最終クエストなので上位しようとなっております。るレース起床時からやろうか、どっちかでも、まあ気づかれた方からかな。多分どっちか片方が気づくから、で煙玉投げると。気づかないんかい、気づかないんかい。気づいた、オッケーオッケーオッケー。そしたら柵を、よっこら小一、オッケー。これ柵やってる最中無敵状態なんだよね。すっ、怖い怖い怖い。とりあえず乗ろうか、せっかく段差もあるしさ。千個玉、え、またまた、え、なんで当たんなかった今、嘘でしょ。え、上上がってると聞かないとか。うわマジか、やっちったやつかも。いや当たんない、なんで、え、なんで、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。閃光玉を早くも無駄にしていく。え、なんで当たんないの、え、ちょっと待って、嘘でしょ。閃光玉の範囲の仕様変わったの。いや言い訳とかじゃなくて、俺ガチでこれ当たるよね普通。当たんない、ほらほらほら、え、なに、吉玉が悪いのこれ、なに、吉玉が悪いの、ひょっとして。ショックすぎて、ショックすぎて武器も防具も変わっちまったわ。さすがに、さすがに黒煙をレベル10 全部作ってきたわ。一式作ってきたわ。でね、あの煙玉やってる最中はあれなんだよね、効かないんだよね、あれが、あれです、千個玉が効かないんだけど、全然そんなこと覚えてもなかったよね俺も記憶の片隅っていうレベルじゃないよ、もう記憶のね、あの、まあ、あの天竺、記憶の天竺に行ってたね、その記憶が。意味わかる？俺はわからん。で、レイヤー起床士からだからやろうっていうね、あれだね。せいせいせいす。すぐサマーソルト、サマーソルト打てばね、いいと思ってるから、最近の JK は。よいしょ。痛い。痛い。すっ、危ねえ。さあここがお前の新しい家だよ。どうだ新しい家は、快適か。あ、まだ住み慣れてない。あー、まあそのうちね、あの慣れるから、やっぱり慣れだから、人間何でも、人間何でも慣れだからね。ほい、風圧、向こうが地味に嬉しいんだよね、黒煙王は。すっ、オッケー、いいね。おぶれ、お前当たったらどうすんだよ、毒状態になるんだよ、してま、一生嫁に行けないじゃん。いや、やばいって、お前害悪モンスターじゃないんだから、そんな飛ばないで。ふぅ、これ回復するタイミングが難しいな、レイヤー起床士は。ほいほいほい、ホリデーホリデー、吉野生ホリデーの意味何。すっ、さあ黄色に持ってくぜ、オッケー。すっ、さあ赤に持ってくぜ、ホリデーホリデー、吉野生、オッケー、ナイス。待って、逆、え、待って、びっくりした、なんであいつ怒った。え、びっくり、え、何、ちょっと待って、うわ出た、なるほどね、俺の身じゃない、気を引いて妻を助ける作戦ね。お前の作戦は大成功だよ、壁はめされたわ。おいおいおい、あー怖い怖い怖い、もう間一発で、ほんとこれ初心者回復できないじゃんね。俺はまだしもさ、そう、何シリーズどころか、もう全シリーズやってきてるからさ。すっ、危ねえなお前、あれ当たったらどうすんだ、毒になっちまう、痛いっつ。そろそろ煙玉使っとくか、小足玉間違えたー、危ねえ壊しても投げてしまって、ほっ、よいしょよいしょ、すっ、さあこれは、あ、やばい、あれが足りなかった。すっ、あっぶねえあぶねえよマジ、当たったらどうすんだよ。すっ、何こいつ、いつまで飛んでんだよマジ、リオレースかよ。よいしょ、せいせい
痛いっつ、これさ腹立つわこれ。うわまた飛びやがった、このクソ害悪野郎が。もうお前害悪モンスター認定な。お前ツイッターの害悪モンスターアンケートのランキングにお前も入れとくかんな。喋りすぎて喉痛え、喋りすぎて喉痛えわ。やばい、もう怖くて距離の感覚が分かんなくなってきちゃった。ほいほい、とりあえずゲージ貯めないと始まんないよ。してまタチなんだから。ほいほい、スッ。これさ俺ちょっとやばい、ブチ切れそうなんだけど。スッ、とりあえず赤ゲージまで持っていく。ナイスナイス、転び。吉田のブチ切れも落ち着いてきたよ。これ弾かれてさ食らうっていうのが一番さ、あの嫌なんだよな俺、一番屈辱。小林玉体得か、小林玉じゃないで、汚い汚い、小林玉体得か汚えわ。あ間違えた、ディノバルド一式じゃないから長いんだよ解くの。すっ、今解けるだろ。1234、これさ解く暇マジでなくない。今すごいベストなタイミングだと思ったんだけど俺、研ぐだけで一苦労だね俺、まあ、回復する暇もないからね、研ぐのも難しいかそりゃ。もう回復は無理やりやろう、研ぐのは最低でもギリやっちゃえばいいから。危ない危ない、これいけんじゃないか。1、2、3、 OK。 でこれもうさ、研ぐのも攻撃食らうの前提じゃん、もうちょっと隙ある攻撃与えてもいいと思うんだよね。すっ、これあれか、もう煙玉やりすぎか、ちょっとなんか分かんなくなってきちゃった、どんくらいのあれか。すっ、あやべえ、避けらんねえ、これやべえ、これ没動画だな。吉田も結構切れてるし。やばい、マジ待って、本当に DS 投げるよ。ほら気づかれちったよ。ふぅ、落ち着け吉田、これは動画だ。吉田切れるな、 DS を投げるな吉田、落ち着け落ち着け、俺落ち着いて飲酒に飛躍を飲もう。で研いどこう、はあ、エレンだったら巨人化してたわ、エレンだったら巨人。もうねあれだね、煙玉は必要ない。やばい。急に難易度が上がったぞ。まあまあ逆に言えばね、先行玉当てられるようになったってことだからね。お疲れてるね、いいね。せい、大垣神山を当てていきましょう。ショウ転べ、まあ、疲れてるならもう大丈夫でしょ、もう吉田は大丈夫でしょ。 OKOK、 落ち着いていこう、落ち着いてゆっくりいこう、ゆっくり。なんかブレス飛んできたけど、ほい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 、先行解けたね、やばいな。もう終わんない、もうそろそろ終わってくんない、お願い。すっ、待て待て、熱いっつ、先行入ります、先行外します。お、これ2点に当たんじゃね、ナイス、いいね。お願いお願い、もう終わって、もういいよ、もうゴールしてもええんやで。ほい、すっ、これで赤ゲージまで持ってってやる。またかよ。あぶねえ、大川鬼神残残、終われ終われ、終わんないか、やばい、先行、え、まずい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 、ナイスナイスじゃない、ほっ、ふう、夫婦揃ってやめてくれよマジで。オッケー、よしよし、あ、吉田も落ち着け落ち着け落ち着け、ステンバイステンバイ、剥ぎ取りはなしかな、さすがに。お待たせレウス、お前の相手をしてやるぜ。パネルに入れてくればよかったね、パネル未だにあれ使ったことないんだよね、使ったことじゃないで、間違えた、使ったことないじゃねえよ、ターゲットカメラお前使ってねえんか、あれ未だねあれいじったことがない、初期のままなんだよね。
はい、チーズ。リオレウスはスムーズにいきたいね。もう煙玉とか投げる必要ないから、やっぱりほいほいせい。痛い。おーい、よいしょ、さようなら。いや気持ちいい。レイヤーで溜まったストレスをね、リオレウス希少種で発散していくスタイル。よいしょ、さあどんどん切らしてもらうぜ。さらにせいせい。やばい、2発目当たんなかった。うわ出た、うわ出た出た出た。あ、そっか、リオレウスの防具だからあれだ、あの非耐性が高いから火炎状態にならないんだね。落とし物めっちゃするじゃん。くっそ、首がこいつも硬いね。すっ、じゃあ赤ゲージを上書きさせてもらおうかな。ありがとうございます。ナイス、せいせいせい。さらにせい、さらにせいせい。すっ、オッケーオッケー。あぶねえ、切れ味が緑だ。まあまあまあ、もうあの小屋下玉やってないんでね。小屋下玉じゃないって、だから汚いって。あれあれ玉なんだっけ、あの玉、あの玉の名前なんだっけ。煙玉やってないからね。閃光玉バンバン使えるから、研ぎたい時もね閃光玉をやっちゃえば。グッドラックアフラック。せい、待って、やばいかも。オッケーナイス。さあ赤を回収させていただくぜ。よいしょ、さらにせいせい。痛い痛い痛い。閃光玉作んないとな。あれ、ターゲットしてなかった、危ない。すっ、あぶねえ。うん、全然カメラがワークがな、仕事してない、カメラワーク仕事してない。やばい痛い。閃光玉作る暇ねえな。初代玉とコーチュ、ういほ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 い。命がけだわ、閃光玉作るのも命がけだわマジで。さあ落ちてええんやで、さよなら。また落とし物するね、こいつ。何回まで落とし物するの、そういうのってあるよね多分。またまたまた、何やってんの俺、もったいないもったいない。せい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 。さあもうそろそろ終わんじゃないかな。終わってもええ、でももうゴールしてもいいよ。お前も奥さんと同じ、あれ痛い、やばい、荷物しちゃうから本当に。あぶねえ、あれ食らったぞ。なんか知んないけど謎判定で当たったよ。ナイスナイス、オッケーオッケー。間違えた、まあいいや。最後仕掛けておいても問題はないでしょ。ほいほいほい。あぶねえ、ちょっと待って、今回避間に合わなかったね。ほっ、さあ落ちてもええで。あれひるんじゃった、せいせいせい。お、疲れましたね。疲れたんじゃ別に落とし穴つかなくてもいいかな。オオカキジン、ザンザン。切れ味緑になっちゃった、解かないと。1234R ソック。さあ尺的にもね、そろそろ終わっていいんじゃないかな。やばい、せいせい、なかなか終わんないな。結構切ってるつもりなんだけど、やっぱね、あの妻の敵を取るみたいなやつか。背水の陣だね、痛いっつ。オッケー、12分ですね。はあ、大変前半はお見苦しいプレイをお見せしました。いやもう DS 投げる勢いだったね、リアルに。リアルにリアル DS オリンピックに荒れてるところだったわ。ミスったミスった、今のなし今のなし。はい、というわけで、無事に無事ではなかったね、無事ではなかった。レイヤーいないからもういないね。無事じゃなかったんですけど、まあクリアすることはできましたね。はい、皆さんはぜひ煙玉をしっかりねやって安全にプレイを進めてください。これは僕からのもうメッセージですね。もう10年後のメッセージ並みに思い込めてるから、このメッセージね。
はい、ということで今回も、なんかブチ切れそうになってすいません。ご清聴ありがとうございました。またな、ルガクルガ。